君、どういう触り方したの？もう、驚いた。でも、どうしよう。もう少し続けてほしい気もする。今度は優しく、ゆっくりね。もう少し優しく。私の手、どうかな？なんでだろう。緊張してきちゃった。プロデューサー、どうしよう。私もうダメかも。これからステージなのに緊張しちゃって。何かリラックスする方法ってないですか？このままじゃ絶対に失敗しちゃう。お願い、私を助けてください。ちょっとプロデューサー。優しくですよ。待ってください。ちょっとプロデューサー。もう、そこは、プロデューサー、優しくですよ。他のとこでもいいよ。君の体温感じるよ。そこ気持ちいいかも。あったかい。飛ばしちゃうね。そこは、
輩、ストップ、ストップです。飛ばしちゃうね。ごめんね。君のマッサージが気持ちよすぎて、なんだか何も考えられなくなってたよ。君の手が私の体に触れるたびに、心がふわふわしてきて。私、この気持ちが何なのか、分かった気がする。今まで経験したことなかったけど、映画とか本とかで見て、憧れてたあの気持ち、君に感じてるこの気持ちがきっとあの気持ちなんだと思う。わあ、今まではこんなことなかったのにな。もし私が忍びの道を進めなかったら、それは絶対に君のせいなんだからね。だって今の私は、君のためなら何でもしちゃう気がするから。すべてを犠牲にしても、私は君のことを選んじゃうと思う。それくらい、君のことが、好き。言っちゃった。そっか、自分の思いにまっすぐ、きっとこれが本当の私なんだね。なんか心に引っかかってる気もするけど、うん、これでいいんだと思う。私には君がいる。ずっと一緒にいられれば、それだけで私は幸せだから。ありがとう。やっと不思議な忍び結界から抜け出ることができたよ。そう、今までの世界は現実じゃなかったの。え、それじゃあ意味がわからないって？私の心を映した世界、私が夢見た世界っていうか、私がなりたかった別の私というか、ちょっと疲れていたせいで、そんな私の思いが忍び結界になって暴走しちゃったのかも。え、なんでそんなに疲れていたのかって？うん、そうだね。君になら話してもいいよね。国立半蔵学院の忍び学生、それが本当の私。
君が私に触れてくれたから、私は本当の自分を取り戻すことができた。本当にありがとう。これでまた悪人や妖魔と戦う任務に戻ることができるよ。だから君とはこれでお別れ。でも忘れないでね。夢の中で君に伝えた思いは本物だから。夢だったけど夢じゃない。だから最後にもう一度言わせてね。大好きだよ。さようなら。もっとこっちに来て。せっかくの遊園地なんだから、もっと楽しもうよ。え？緊張してるのは自分だけかって？そんなわけないよ。ほら、ここ、触れてみて。ね？ドキドキしてるでしょ？